皆さんこんにちは。いつも沼にハマる TV をご視聴いただきありがとうございます。さて本日もエスコンフィールドに関連する情報をお伝えしていきたいと思います。本日はこちらの内容をご紹介します。試合開催日のシャトルバス情報が出たのでお伝えしていきます。まずは JR 北広島駅です。北広島駅からの所要時間は約5分。北広島駅発は試合開始3時間前から約4分おきに順次運行されます。帰りの F ビレッジ発は試合開始3時間後から試合終了後約3時間後まで運行されます。料金は大人が200円、子供が100円です。続いて JR 新札幌駅です。新札幌駅からの所要時間は約25分。運行時間は新札幌駅発が試合開始2時間半前から5分から10分おきに順次運行されます。帰りの F ビレッジ発は試合開始3時間後から試合終了後約3時間後まで運行されます。料金は大人400円、子供が200円です。そして JR のっぽろ駅からは所要時間約25分で向かうことができます。運行時間は JR のっぽろ駅発が試合開始2時間半前から30分おきに運行されます。帰りは試合開始1時間半後から試合終了2時間後までの運行となっています。そして料金は大人が500円、子供が250円です。新千歳空港からもシャトルバスが運行される予定となっていますが、こちらの詳細はまた決まり次第お知らせがあるそうです。車バイクをご利用される方は試合開催日は事前に駐車券の購入が必要となっています。試合当日は9時から24時まで駐車が可能です。一般車の駐車料金は1500円から3000円となっており、試合日によって上記のレンジ内で価格が変動するみたいです。また車椅子駐車券も同様で1500円から3000円の間で試合日によって価格変動があります。バイクの駐車券は500円となっています。 F チケで駐車券を購入される場合は事前に車両番号を登録しておくとチケットを出すことなくゲートが開くシステムになっています。マイ車両番号に車両番号を登録しておけばシーズン中に何度も入力する必要も省けるので、こちらもおすすめかなと思います。もしくは QR コード認証での入場か、ローチケで購入される場合は紙チケットをかざす必要があるので、こちらは注意してください。今回はエスコンフィールド北海道試合開催日のシャトルバス情報などをご紹介してみました。現在の札幌ドームのシャトルバスでは試合後に長蛇の列ができていることも多いので、新球場での混雑状況などは改めてお伝えしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。